エプタメロン1894年版の挿絵、エプタメロンは、フランスルネサンス期に、王族のマルグリッド・ド・ナバルによって執筆された72編の短編からなる物語で、彼女の代表作である。表題から、明らかな通り、ボッカッチョのデカメロンに触発されたものであり、同じように湧く物語の形式をとっている。マルグリッドはこの作品を1542年から執筆し始めた。 本来はデカメロンのように、1日ごと20話が語られる、全頭家の物語が構想されていたが、1549年に彼女が没したことによって途絶してしまった。完成を見たのは8日目の第2話までである。多くの短編では、愛、感動、不定などが扱われており、ロマンティックな話や艶やかな話も含まれている。この作品が最初に交換されたのは、 1558年のことである。この年にピエール・ボエスチュオーが幸福な愛人たちの物語という署名で交換した。ボエスチュオーは交換にあたり大幅な編集を施した。扱われている短編は67編だけである上に配列が組み替えられ、本来存在していた日付ごとのまとまりも放棄された。加えて各短編をつなぐやりとりも省略された。 二度目の交換は、翌1559年に実現した。この時の編集者、クロード・グリュジェは、初版で乱された配列を元に戻し、省略されていたプロローグとエピローグも再録するなど、本来の姿の復元を試みる編集を行った。最初の70編が7日間という枠組みで、語られていることに由来する、エプタメロンという署名も、この時に付けられたものである。 ありがとうございます。